YouTube 動画タイトル案ナンバーアンダーライン愛新曲 INZM がジャパンホット100で1位獲得祝1位トロフィーナンバーアンダーライン愛 INZM ジャパンホット100を席巻彼らの快進撃は止まらない8月の終わりに日本の音楽シーンでひときわ輝く存在が現れましたそれはナンバーアンダーライン愛です彼らの新曲 INZM が ジャパンホット100の1位に輝いたというニュースは瞬く間に広がり、ファンの間で祝福の声が飛び交いました。この成果は単なるランキングの結果にとどまらず、彼らの音楽に対する情熱と努力が結実した瞬間と言えるでしょう。音楽業界での成功は一夜にして成し遂げられるものではありません。ナンバーアンダーライン愛も例外ではなく、彼らの背後には数えきれないほどの努力と情熱が詰まっています。 リーダーの一言が全てを物語ります。私たちの音楽は、リスナーとの対話です。音楽を通じて、私たちが感じていること、考えていること、そして伝えたいメッセージを共有したい。この言葉は、彼らの楽曲が単なるメロディーや歌詞の集合体ではなく、深い感情とメッセージを込めた作品であることを示しています。リスナーは、彼らの音楽を通じて、 日常生活のの中ででで共感や慰めを見つけるることができるのです音楽は言葉を超えたコミュニケーション手段です。ナンバーアンダーラインアイの INZM はその完璧な例です。歌詞には日々の生活で感じる葛藤や喜び、そして未来への希望が込められています。この曲を聴くと、リスナーは自分自身の経験や感情と重ね合わせ、心の中で共鳴することができるでしょう。 INZM がチャートの頂点に立った理由は、単にキャッチーなメロディーやリズムにあるだけでなく、その背後にある感情的なつながりが大きな役割を果たしているからです。ファンが SNS で共有する喜びの声は、その証拠です。多くのリスナーが、自分たちの感情や経験を彼らの音楽に投影し、深い共感を覚えています。今回の成功は、ナンバーアンダーライン愛にとって新たな出発点にすぎません。 彼らの音楽は今後ますます多くの人々に届くことでしょう。そして、この成功が一過性のものでないことを証明するために、彼らはさらなる挑戦と成長を続けるでしょう。未来に向けた彼らの展望について、メンバーの一人はこう語っています。私たちは常に新しい音楽を作り続けたい。そして、リスナーと共に成長していきたい。この言葉には、彼らの強い決意と、 音楽に対する真摯な姿勢が感じられます。音楽業界は絶えず変化し続けています。新しいアーティストが次々と登場し、競争は激化するばかりです。その中で、ナンバーアンダーライン愛がこのような成功を収めたことは、日本の音楽シーンに新しい風を吹き込んだと言えるでしょう。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントではなく、リスナーにとっての心のよりどころであり、 人生の一部となっています。ナンバー・アンダーライン愛は今後もこの役割を果たし続けることでしょう。この絆は今後も彼らの成功を支える柱となり続けるでしょう。そして、その絆がさらに強固なものとなるために、彼らはファンとのコミュニケーションを大切にし続けるはずです。ナンバー・アンダーライン愛の成功は、音楽が持つ力を再確認させてくれます。それは、感情を共有し、 人々を結びつけ、困難な時期に慰めを提供する力です。INZM が1位に輝いたという事実は、彼らの音楽がただの流行にとどまらず、リスナーにとって意味のあるものとなっていることを示しています。今後も彼らがどのような音楽を作り出し、どのようにリスナーとの絆を深めていくのか、ますます期待が高まります。n o ーアンダーライン愛の次なる一歩に注目し、その旅路を共に歩んでいきましょう。 音楽業界において、新しいアーティストや楽曲が話題になることは珍しいことではありません。しかし、その中でも特に際立った成功を収めたのが、ナンバーアンダーラインアイという新進気鋭のグループです。彼らシングル、INZM は、リリースされてわずか1ヶ月で国内外の音楽チャートを席巻し、多くのファンを魅了しました。この驚異的な成功の背景には、どのような要因があるのでしょうか。 まず、ナンバーアンダーライン愛がこれほどまでに注目を集めた要因の一つとして、メンバーの圧倒的なパフォーマンス力が挙げられます。彼らは一人一人が個性的でありながら、グループとしての調和が完璧で、観客を引きつけてやまない魅力を持っています。平野翔岩優太、神宮寺優太という各メンバーが、アイドルグループとしての経験を持ち、そのキャリアを生かして新たな挑戦をしていることが、 ファンの支持を得る大きなな要因となっています特に、これまでのアイドル活動では見られなかった彼らの新たな一面を引き出す楽曲や振り付けは、多くのファンにとって新鮮で刺激的なものとなっているのです。また、SNS の活用も彼らの成功に大きく寄与しています。現代において、SNS はアーティストがファンと直接つながり、その関係を深めるための重要なツールとなっています。 ナンバーアンダーラインイはこの点を非常にうまく活用しており、彼らの日々の活動や思いを発信することで、ファンとの距離を縮めることに成功しています。特に、ファンからの応援メッセージに対するレスポンスや、楽曲に込められたメッセージについての詳細な説明など、ファンが直接感じ取ることのできるコミュニケーションが、彼らのファン層を拡大する一因となっています。SNS 上での話題性が高まることで、 自然と新しいファン層が増え、結果として楽曲が広く支持されるようになったのです。さらに、ナンバーアンダーライン愛の成功を支えるもう一つの要因として、彼らの楽曲そのものの質の高さが挙げられます。INZM は、そのキャッチーなメロディーラインと深い歌詞が特徴で、多くのリスナーの心を捉えています。楽曲の制作には、地理のプロデューサーが関与しており、 彼らの音楽的なビジョンが見事に具現化されています。また、楽曲の中で伝えられるメッセージは、多くの人々に共感を呼び、彼らの音楽がただの流行りに終わらない、長く愛されるものとなる可能性を秘めているのです。このように、ナンバーアンダーライン愛の成功は偶然ではなく、彼らの才能、戦略的なプロモーション、そして楽曲の質の高さによるものです。しかし、ここで一つの問いが浮かびます。 それは、彼らがこの先も現在のような成功を維持し、さらに発展させていくことができるのかという点です。音楽業界は非常に移り変わりが激しく、一度の成功が永遠に続く保証はどこにもありません。一つの鍵となるのは、彼らがいかにして次なる挑戦に取り組むかということです。今後、彼らがリリースする楽曲やパフォーマンスが、どれほど新鮮でありながらもファンの期待に応えるものであるかが、 彼らの将来を左右するでしょう。さらに、SNS をはじめとするデジタルプラットフォームを活用した新しい形のファンとの交流や、国際的な活動の展開など、今後の戦略が重要となります。また、彼らが現在の人気をどのように維持し、新たなファン層を獲得するかも大きな課題です。日本国内だけでなく、世界に向けてその魅力を発信するためには、 語学力や異文化理解も必要不可欠となるでしょう。最近の音楽業界では、グローバルな成功を収めるアーティストが増えており、ナンバーアンダーライン愛もその波に乗ることが求められます。特に、アジアを中心にグローバルなファン層を築くことができれば、彼らのキャリアはさらに飛躍的に成長することでしょう。また、彼らが音楽以外の分野でどのように活動を広げていくかも注目されます。例えば、 映画やドラマへの出演、モデル活動、あるいはバラエティ番組への参加など、彼らの多彩な側面を生かした活動が期待されています。これにより、彼らのファン層はさらに多様化し、音楽活動以外の場面でも支持を得ることができるでしょう。ただし、このような新たな挑戦にはリスクも伴います。ファンの期待に依頼られなかった場合や、方向性の違いによるグループ内での意見の対立など、 様々な困難が待ち受けているかもしれませんしかし、これまでの彼らの活動を見る限り、その柔軟性と団結力をもってすれば、これらの課題を乗り越えてさらなる成功を収めることができるでしょう。最終的に、ナンバーアンダーライン愛がこれからどのような道を歩んでいくのかは、彼ら自身の選択と努力にかかっています。ファンは彼らの成長を見守り、応援し続けることでしょう。そして、 彼らが音楽シーンにおいてどのように新しい風を吹き込み続けるのか、その未来に大いに期待しています。今後も彼らの活動に注目し、その一歩一歩を楽しみにしているファンは少なくありません。ナンバーアンダーライン愛がさらなる高みへと駆け上がる日を、多くの人々が待ち望んでいるのです。最後に、ナンバーアンダーライン愛の成功を支える最も重要な要素、それはファンとの絆です。 彼らの音楽がリスナーの心に響き続けるのは、ファンとの強い信頼関係があるからこそです。SNS での祝福のメッセージやライブでの熱狂的な応援は、彼らがどれだけ多くの人々に影響を与えているかを物語っています。